こんな時どんな顔したらいいかわからないの。トゥットゥルーすればいいと思うよ。中川翔子です。はい、今日はですね、念願の新エヴァネタバレありで語っていい OK 出ました。イエーイ。いいんだよね。いいんだよね。まだ見てない人は早く今新エヴァを見に行ってからこの動画をぜひ見てください。お願いします。はい、ということで新エヴァンゲリオンが公開になりまして、もう結構経ったかなということであまりにもねネタバレをね絶対食らいたくなかったんですよ。でもネット社会だしどうしよう食らっちゃったらと思ったんですけど、食らわずに見に行けた本当に優しい世界、みんなにどうかこの最高の作品をネタバレしないで見てもらいたいって全員が思ってたからこそね、ネタバレなしで見れて初めての衝撃、もう頭蓋骨の外を越えてくるエヴァしかないんだよこんな衝撃は。え、誰も見たことない人類が見たことない景色をエヴァはやっぱり見せてくれた、うわーっていう感じで素晴らしかったんですけども、本当にあまりにも全ての人がネタバレしなさすぎて公式さんが「いいですよもう」って3月の下旬ぐらいに OK のツイートをされてたんですよね。なのでまだ見てない人は本当に全部テレビシリーズから新エヴァまで順番に見てから見ていただきたいんですけれども、エヴァ好きな人喋りたいよね。周りでねまだ見たよっていう人がコロナ的な意味で会えてないんですよ。でもうエヴァが好きじゃん、好きだよエヴァはっていうか、こんなに人生ごと巻き込まれてずっとエヴァのこと考えて生きてきて、でもう終わっちゃったじゃないですか今回。だからもっとあと10年ぐらい振り回されたかったよわーっていうこの衝動を誰かと喋りたくて、だからコメント欄の皆様とかの考察も聞きたいなと思って思い切ってちょっと今日は喋っちゃおうかなと思っております。で用意したのがこちら、バンすき家のエヴァコラボ、イエーイ。なんだこれは、何なんだ、謎のいつものカレーじゃないですね。んこれなんかなんすかね、ぬるいですねとりあえずおお、なんか不思議な色の液体ですね。あ、ここにかわいい見てください。ワンネルフマークすごいですね。ネルフマークをもしかしてカレーに浮かべるとか、あ、かわいい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 、いいですねいいですね。じゃあちょっと写真撮らせて。かわいい。おお、このカレーらしきものがちょっと紫っぽいからだろうか。見て見て完成エヴァ、これカレーですか。カレーです。エヴァカレー、初号機カレー、おおいいんじゃないですかね。ちょっと今日舞台本番の後でお腹が空いてるんですよ。おにぎり1個しか食べてないからちょっとやっとご飯食べれるということで。そうですよ、エヴァの呪縛によってアスカは年も取らないし、もう寝ることもできないし、でご飯も食べられないんですよね。だから水しか飲んでない、そんなアスカの代わりに美味しく味わおうと思いますよ。これはこれをかけるのかな。わっ、謎しかないんだけど、何これ。紫にちょっとチーズが、なんか謎の具が、謎の破片が、これはエヴァに溶けてしまったシンジ君のかけらなのかな。いいのかな。でここに牛肉とお豆と多国籍風味ですね。で混ぜていっちゃっていいのかな。ちなみにカレーはご飯をルーに浸す派です。わっ、お肉がてんこ盛りじゃないですか。それでこれに浸して、でこれ乗っけて、お、すごいですね、いいですね、いい。それではパターン青1です、いただきます。うまいけどネルフが上顎に張り付いてしまってどうしよう。取れない。美味しいです。すごい。なんかねめちゃくちゃ豪華ですよ。このメキシコみたいな豆料理が乗っかって美味しいんだけど、いろんな香りが、複雑なスパイスの香りがしますね。美味しい&エヴァって最高じゃないですか。っていうかこのいろんなコラボをエヴァがね映画がやるたびに毎回すごいコラボしてくれるっていうのはもう。これもちゃんと楽しんでおかないとね。だって映画が流れてる期間って限られすぎだって、もう一生やっててほしいよエヴァ。見終わった後の多幸感をいっぱいもらうエヴァだったんです今回初めて。いつもなんかうわーっていう気持ちになったり、どういうことってなったり、ガーンってなったりとかそんな感じだったんですけど、今回初めてハッピー、よかったね、おめでとう、ありがとう、そしてさようなら、そんなエヴァだったじゃないですか。だからなんかでもすごいんですよ、喪失感が。やっぱエヴァとの初めての出会い、みんないつでしたか？私は小学生の時かな。リアルタイムでやってる時、夕方テレ東のね、木曜日だったっけか、夕方やってる時もうオープニングがすでにエロくない？美里さんが横の体育座りでこうやってるのが、これもなんかセクシーみたいな感じで、エヴァ見てるやつエロいみたいな、なんか男子とかが言ってて、それをチラッと聞いて、ね、チラッと見ると結構エロいシーンとかやってたから、うわーと思ったんだけど、ちゃんと見たのが子供の頃からドラクエとかをねやってる時も朝の4時ぐらいまでやってても怒らない家だったんですよ、なぜか。よくないですよね。でもそんな感じで夏休み朝までずっとお絵描きしてたんですけど、深夜に一挙上映みたいなのやってたんですよね、エヴァのテレビシリーズで。それで見てたら4話だっけか3話だっけか、シンジ君が帰っちゃおうとして、それで美里さんが駅まで来て、で最後駅のホームでシーンとして沈黙が数分間流れる。面白い、何このアニメみたいになって、でロボットアニメがそんな得意じゃなかったんですけど、あ、ロボットではないんだ、人造人間なんだ、え、面白い、大人怖っ、男怖っみたいな、なんかそういういろんな衝撃を味わって、なんかもうもちろんバトルも面白いし人も怖いしいろんなことがあるんだけども、え、なんかこんな感覚味わったことない、何これ面白いってなって、で当時リアルタイムに旧劇場版「エアー真心君に」やってたんですよね。でおじいちゃんに連れてってもらいました。セーラームーンの映画とか連れてってもらってるノリで連れてってもらったんですけど、もう美里さんと梶さんのすごいシーン、あと冒頭でシンジ君がアスカの裸を見てあんなことをしてしまうシーンとか見て、うわーってなって、それはなんか子供としてよく分かってないんですけど、なんか見ちゃいけないものを今見てしまってるけど、でもエヴァだしどうしようってなってる時に。気まずいんですよ。だからなんか理解してる風じゃない風を醸して、よくわかんない風を醸して、でもこれはちょっと良くない、やばいやつだよな、すごいなみたいな。でついに梶さんと美里さんのシーンでおじいちゃんが立ち上がって「翔子、こんなものを見ていけません、帰るぞ!」って言って大きな声を出してしまって、もうまだね並んでる時になんか若い人がいなくて、なんか硬派なオタクの人しかいなかったんですよ、当時の。開き直った大人の男のオタクしかいなくて。そんな中でそんな感じのおじいちゃんが言って「いや、ダメ、もうシシシ」って言って無理やり座らして、そしたらその後あんなことになって、美里さんが大変なことになって、飛鳥も大変なことになってみたいな、すごい体験でしたね。でもリアルタイムで浴びられてよかったなって思うのが、この新エヴァに至るまでのこのエヴァサーガというもの、もうなんかいろんな作品に影響を受けて人生ができてるなって思うんですけど、でもやっぱさエヴァだけだよ、こんななんかさ90年代あの頃から今までの時空全てに感謝するアニメっていうのはエヴァしかないだろうって思いました。だってそれぞれさ、当時は小学生だった私もさ、中2になってシンジ君たちと同い年になった時にもう一回見た時に、思春期って大人ほんと気持ち悪いなとか、なんかもういろいろ嫌だなとか、そういうのにすごくアスカに共感したんですよね。なんかあ、目線が変わった、こうやって見ることもできるんだ、なんて面白いんだってそういう風になったし、で20代になってからだと美里さんに共感するようになったんですよ。美里さんがすごく強くバリバリ働く、だけどなんか弱い部分もすごくあって、だらしない部分もあって、だけどなんかもう背負ってしまうものもあるしで、なんかもう本当にうわー、美里さんとついに同い年になってしまったかと思ったら、今度はなんか。限度の方に近くなってきた、もうどうしようみたいな。でもみんなそうなんですよ、みんな等しく年を取っていて、人によっては結婚したりとか子供産んだりとか、だから本当になんかキャラクターの共感する部分の目線とかもどんどん変わっていってるし、見方も感じ方も変わってる。だからすごいんですよね、本当に自分のリアルの人生が重なっていけばいくほど違った見え方をするっていう作品ってすごいなっていうのを本当に毎回感じていたけれども、テレビシリーズ、そして旧劇場版のさ、こちとらには12000枚の特殊走行と AT フィールドがあるんだから負けてらんないのよあんたたちにっていうアスカの戦いが好きすぎて、もうめちゃくちゃ旧劇場版が大好きだったんですよね。であとシンジ君のこの陰キャっていう言葉がまだ生まれるずっと前ですよね。ネットも黎明期でまだ2チャンネルもそんな育ちきってないみたいな頃でしたよね、多分。なんかパソコン通信やってる人は一部だったみたいな。なんかもう考察したいし語りたいし考察本みたいのもいっぱい出てて、なんかそこで勝手にみんなこう人類補完計画とは何なのかとか薫君は何なのかとかも語るみたいな。でそこになんか開き直りきれてない隠れエヴァファンみたいな人もいっぱいいたし、まだオタクが虐げられてるぐらいの頃だったし、でそこに対してだけじゃなくってみんなこう巻き込まれてこう悩んだりとか、あなんか私ってクズだと思ってたけどもっと悩んでる人がここにいた作品の中にみたいに思わせてくれたり、だからすごい革命でしたよね。本当になんか庵野監督も90年代のあの頃めちゃくちゃ鬱屈として悩んでもうすごかったんだなっていうのもそれが全部作品に出てて、で最後のアスカの「気持ち悪い」っていうセリフ、そこからさ「新エヴァ」にまで至るまでちゃんと全ての風呂敷広げたものを回収してくれるなんてさ、もう本当に生きててよかったし、今までもう何かの事故とか病気があったら死んでたかもしれない、自分で死んでたかもしれないのに生きててよかったよっていうのをなんかいろんなことで感じてたけど、新エヴァ見た時にさらに感じましたね。なんか全部を見てきて知ってきたからこそこの感じを味わえるし、もうエヴァだからこそやってくれたっていうね。ちょっと食べ忘れてたけど、でそれですよ、そのまだその陰キャっていう言葉がない頃に落ち込んだりとか、もう、 うわもう僕なんてどうせダメだとか、もう逃げちゃダメだ逃げちゃダメだみたいな、そういう共感を見せてくれたシンジ君で、旧劇場版の時のさ、もうこんな体育座りしてさ、もうみんな白兵戦でさバンバン人が死んでいくわけじゃないですか、打ち合いしてさ、そんななのにさもうこんなになっててさ、もうほんとイライラするよね。もう美里さん目線になっちゃってさ、早く立ちなさいってこうやりたいですよ。多分さ親御さんとかが見たらさそういう感じで、私もあんな感じだったのね、中学の時にもう学校行きたくなくて自分で鍵のなんかこういう蝶つがいみたいなの買ってきて扉閉めてもうこうやってもうやだ行かないみたいな、卒業式休むみたいな感じで行けとかって母親とドア越しに喧嘩してて、本当に母性というか母親感がある美里さんの方の目線になったな。でなんかいろいろ言って自分が打たれて、でもキスをしますで大人のキスよってかー美里さんかっこいいで、最後に言うセリフがね「カーペット取り替えておけばよかったかなね」とか、そんなもう何気ないことでボンって死んじゃって「いやー」っていうことがあって踏まえての、だからもうあのセル画の最高峰のこんなすごいこう重量感とかをこうちょっとスローに見える感じとかも全部手掛けのセル画でやってた、もう。とんでもないもの見せてもらったら繰り返し見ても何度見ても発見があって、こんなすごいものどうやってこうやってくるんだよって、新しく劇場版が始まりだした時にジョが始まった時怖かったんですよねちょっと。えいいのってもう完成された、でも完成されてもないな、テレビ版のさもう制作追いつかなくなってもう鉛筆でガーッと書いてあるあの感じ、あれがなんかこう内面心理をこう語るみたいな時に。もうすごく合ってたからね、むしろ味わいになってよかったんだけど、実際は制作が追いつかなくなってああいう風になってみたいな、なんかそので最後「おめでとう」って言って「はあ?」っていう旧劇場版でもう一回やっても「気持ち悪い」で終わる「ええー!」っていうどうしたらいいんだろうっていう、でもその「どうしたらいいの?」でもあそこが「ああでこうで」ってずっとそれをね20年ぐらいみんな喋ってたわけじゃないですか。それが楽しくって見終わった後ね、どうなのあれ、いやそうじゃないでしょ、レイナのアスカのいやだからアスカだよみたいな、それが楽しいのがエヴァであって、で新しくジョが始まった時ももう大拍手でもう使徒のアップデートなんかでもどうしよう、なんかセル画からデジタルになっちゃった時に。ごめんね、新エヴァの話しようとしてるのにジョから振り返ってるけどごめんね、ちょっと待ってねちょっと待ってね、でも作画も最高のまま間違いなくどの瞬間切り取ってもエヴァのままで、ラミエルとかもうあんな風になんかいいデジタル具合、なんか全部をさこうモーションキャプチャーですデジタルですみたいにされるとちょっと嫌だったりとかするわけですよ。だから昭和の特撮が好きでロボ戦とかミニチュアだけでやってた頃の合成ちょっとギラギラしすぎみたいな、もうなんかねエヴァを分かってくれても、だってさ王様なんだもん、オタクの王様が庵野さんだからちゃんとさもう見たいものを分かってて。見たいもの誰よりも分かってる人が作ってくれてる、もうありがとうございます。でも本当にまたエヴァに悩めるっていうのがすごく嬉しかった。でその後歯が来た時にもう劇場でね試写で見たのかな、もうなんかもう歯っていうのはジョーから来て、ジョーはもうテレビシリーズをなぞってくれてもう知らなかった人でもこっから見れば大丈夫みたいな感じにしてくれつつ、でももともと好きだった人がもうありがとうって言いたくなるぐらいいいアップデート具合でいいはしょり方で改変しすぎないでやってくれた。ただ歯ですよ、歯。やっとこう飛鳥も出てきて、でも四季並みになってる、宗龍じゃないんだ、今回どうなるので、空から降ってくるメガネっ子で、メガネメガネってなって胸も大きくって「君いい匂いがする」ってマリですね。なんかマリ可愛いんだよ、可愛いんだけど、なんかいまいち燃えきらないっていうのは不思議なところがありますけど、あ、ピンクちゃんがトイレしたっていう数字が来ました今よかった、トイレ行ってくれて、息するの忘れてたでね、歯って本当に破るって意味だから、これまでのこのエヴァっていうもの、みんなが知ってる、みんなが好きなこれがエヴァだよっていうもの、それはもちろんこう単行本で出てるエヴァとテレビ版と旧劇でエヴァって全然違ういろんな世界線があったけども、それを次元をぶち砕いて破ってくれたもうマリっていう存在は登場して鮮烈で、でもよくわからないんですよ。よくわからない、裏コードビーストって何で、なんでなのみたいな感じだったけど、全然違うことで、シンジ君がめちゃくちゃかっこよかったじゃないですか。歯のシンジ君、綾波を全力で助けに行って、で綾波が可愛い、今度はみかんがトイレ行ったみたいです綾波がなんかもうテレビ版のこのこんな時どんな顔したらいいかわからないのの可愛い綾波で、そうじゃなくなってしまって、こうクローンでね、こう個体によって別の綾波になっていく。そんな中でもこの歯の綾波の育ち方がすごい可愛い。こう「碇くんといるとポカポカする」って「ポカポカするんか、そうか」ってで一生懸命お弁当とか作る、ご飯作る練習するわけですよね。シンジくんが作ってるのにインスパイアされて、アスカもそれに対抗心で、アスカは結構テレビ版以上にはっきりとシンジのこと好きみたいな感じで、手に毛がめちゃくちゃ負って作るみたいな。で可愛いですよね、もう乙女かよみたいな、本当にツンツンなんだけど、もっとなんかテレビ版以上にこうシンジのこと好きじゃんそれみたいな、誰が見てもそれ好きなやつじゃんみたいな感じでいたのも可愛かったし、でもビンタするところでテレビ版だと殴られてた綾波が止めたっていうのがもう歯なわけですよね。歯破ったわ、うわー止めましたで、しかも止められたっていうところでそれをもう認める。でなんだろう、山寺さんに憧れてないアスカなんだよね今回はね。山寺さんじゃなくて梶さんに憧れてない世界線っていう、だからアスカワンダースワンやってるしなんでみたいなところがあったけど、でもその綾波がその碇司令にちゃんと仲良くシンジとつなげたいと思ってご飯会を仕組む。でなんかお茶碗とか伏せてあって、でもうなんか親子の対話がうまくいくかもしれないっていうところまで行って、なのに使徒が来ちゃって、あーっていう。でテストタイプのエロいスケスケのアスカを見れたのも良かったんですけども、もうあと一歩違ったらもしかして違う平和なほっこりな世界線になったかもしれなかったんですよね。そこでもし親子の対応ができてたら、新エヴァのまでに至るニアサーとかまでなんなかったかもしれないっていうね。結局玄道くんのなんかもうこじらせ人生だったっていう話だからね。でまあそんなことになってしまって、で綾波がねとんでもないことになってしまう。それを助けるシンジ君が男らしいわけですよ。あんなにもうこの陰のキャだったシンジ君が「綾波!」ってなってもう超かっこいいじゃん。それを美里さんは「行きなさいシンジ君、誰のためでもないあなた自身の願いのために!」ってもうなんていいセリフなの。もう激アツでも空の描写とかもすごい、もうゾクゾクしたね。でも作画もほんとデジタルとこのいい具合の街がわーってなってって、もうマリの戦い見てる時にもうアニメーションの最高峰というか、もうこんなとこまで来たんだアニメーションという文化自体のとんでもない歴史はって、もうすごい衝撃でもう気持ちよかったね。 見ながらもうありがとうありがとうが止まらなくて、で結局 Q が出ました。で Q は、ね、ごめんね新エヴァの話なかなかなくてあとちょっと食べていいお腹空いて、このスープメインシャフトが丸見えだわ。うん、それは命の選択よ。で9の時賛否両論でしたよね。もう誰もが当時試写会で見て、ここにオリエンタルラジオのあっちゃんさんがいて、私はとにかく興奮したんですよ。もう新しいエヴァが見れる、それだけでもういいよっていう感じだったんですよね。当時さ、なんか予告編もさピアノの連弾をひたすら流すだけの、誰もキャラ出ないみたいな、何これみたいな、なんかエヴァ見れるの嬉しいしでも見るの怖いみたいなとこあるじゃないですか。見たらもったいないみたいな、なんかもう美味しそうすぎるが確定してるから食べちゃったらなくなるからもったいないみたいな、その感じがエヴァにはあるから、でも楽しみだけど意味がわからない。あなた自身の願いのためにって叫んでた美里さんがいたのに、もうあなたは何もしないでってみんな冷たいっていう、もう歯ですよね。シェンジ君もそうだけどみんな歯だし、アスカも成長してなくてエヴァの呪縛というね、何それどういうことって誰か一人説明してくれる人いてもよくないみたいな。でなんかもう伏線が前もあったんだよね。今度はもうテレビ版と違ってアイスの当たりが出なかった当時はエヴァ乗らないで、それでアスカが乗ることになったのが歯で、そっからアスカ眼帯してるし、なんかみんな冷たいし、で冷たいから優しくしてくれるのがカオルくんだけだから、もうそりゃそうだよね、カオルくんしかいないからピアノも連弾するよねみたいな、いやよくわかんないんだけどなんでピアノ弾いてんのこの2人みたいなね。もうなんかカオルくんの一番の MVP だなと思った名言が「どうしたの？元気少ないね」。元気少ないね、新しい。これ日常生活でめちゃめちゃ対応したんですよこの後。でね、そう試写会でウリラジのあっちゃんさんに話飛び飛びですけど会った時に「どう思いました？」って言われて「いやもうすごかったですよかったです」って言ったら「ちょっと俺わけわかんなかったっすね」みたいなことおっしゃってて、賛否なんだなって。なんか改めてですけど、この間うちにエヴァを一切見たことない春なんが遊びに来て、で金曜ロードショーかな、YouTube だってなんか Q をね配信されたんですよ。でいきなり9見るのやばいよ、やめた方がいいんじゃないかなと思ったんだけど見てくれたのね、いい子だからね。でもやっぱりもう一回見てもわけわかんなかったんですよ。だからいやもうエヴァ触れるならテレビ版からやっぱ全部さ見てく、もう漫画も貸すからとか思ったんだけど、9見てくれてどうしようと思って、なんかもうこっからまたテレビ版見始めるかな、どうなんだろうって。いやでもなんかでこれ9ってなんか希望というか、このなんか安野さんってわざとやってるよねっていう、この Q っていうさ「は」っていうので破ってきたで Q だから「は」っていう風にさせたかったんだよねっていう風に思いたかったけど、でもマジで作ってこうだったんだったらしたらもうまたわけわかんない感じで終わっていくのかなってちょっと怖かったりもしましたよね。でやっぱ延期に次ぐ延期、これはもうむしろエヴァファンにとって嬉しいものであって、もうありがとういいよ、エヴァだったら一生待つよ、全然待つよ、ゆっくり作ってむしろ良くなるんだったら全然待つからみたいな感じでだったけど。延期はされたかな一回。でも新エヴァは今回この緊急事態宣言中だったけど公開されたじゃないですか。もういいのもうあうわっていう、なんか6月ぐらいに公開でもよかったような気がするんだけど、まあコロナ禍っていうのもあって、でやっと新エヴァの感想に行きますけど、これどうやって編集するの分かんないけどいやすごかったね新エヴァ。もう私 99% 大満足の大ハッピーでした本当に。私はもうエヴァに関してはわけわかんないところも含めて、そしてもうどのキャラクターもう弱いし悩んだりするし強いしかっこいいし名言もいっぱいあるし、もう愛おしすぎるから何が来てもいいよっていう感じだったんですけど、やっぱりもうみんなさ前もって考察とかさするわけじゃん。13号機こういうポーズしてるから。あれ絶対カオルくん乗るだろみたいなさ、なんか考察してたじゃん。そういうのだけちらっと見たんですけど、でごめんね見終わった後の考察とかもあんまほぼ見てないで喋ってます今。だから全然違うこと言ってたらごめんなさいね。なんだけど最初さもうなんか農業のシーン、ほのぼのした村のシーン、これ何見てんだろう今、私エヴァ見に来たんだよねみたいなシーンが結構30分ぐらい続くじゃないですか。でシンジの陰キャがさらに旧劇場版を超える。だってさ吐くってすごくない？吐くほどってさ結構究極だと思うじゃないですか。2回も吐くからもうなんだこいつってもうアスカの気持ち分かるぐらいの感じだったよね。だからもう本当にもう陰キャ度が加速している上にな感じで、でその、村のシーンがあって、で綾波じゃないんだけど黒波さん、旧の黒波が感情なさすぎてあんまり感情移入できなかったから、なんか綾波もともとアスカ派なんですよね。でも歯でポカナミさんと言われててポカポカするって可愛かったから綾波可愛いってなってたけど、ちょっとリセットされて残念だったんですよ。たらそのまた可愛い新たな黒波さん、猫を見てこういう顔こういう顔もう綾波が可愛くなったっていうのはもう本当にもう生っ粋の綾波ファンにとってはめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。これが照れる。かわいいかよ、かわいいんだよ、もうこれが嬉しい、かわいい、一個ずつ覚えていくっていうのもう全部教えてあげたい、もうかわいいものおいしいもの嬉しいもの全部教えてあげたいよ、もう本当にね。でもうなんかそんな綾波のほっこりみんなと村の人と仲良くなって農作業してみたいな、もう死亡フラグでしかないよね、今思うとね。死亡フラグでしかないんだけど、まあ、そんなえなみがなんかね、こんなになってるシンジ君にね運んであげて、カセットとかレーションとかね運んであげて、いやーもうほんとけなげだした可愛いしさたまらないよねと思ってたら、よかったねと思ったら首からボンって、もうほんとエヴァだよね、そういうところね。もうなんだよっていうね。でアスカなんですけど、アスカっていつもかわいそうだったじゃないですか。もうすごくもうなんだろうな、救われないというか、エヴァしか居場所がないのって言って、なのに廃人になっちゃってね、心が壊れてとか、もうなんかもう歯でもかわいそうだったし、もういつもかわいそうアスカが。だから今回は幸せになってほしいなと思ったわけよ、アスカがね。たらなんかケンケンの前で裸になっていましたアスカが。で高木さん見たの？新エヴァ。見てないの？僕実はエヴァンゲリオンって通ってるんですよ。だって同い年じゃん。いや、ちっちゃい頃なんかの表紙で見たときに、なんかエヴァっていうか機械がなんかを食べてるシーンで。機械がなんか食べて、機械なんか食べてて、それがなんかグロくてなんか怖くなっちゃって。初号機が暴走してるところかな。なんか食べてたんですよ。なんか機械がこう。でこうやってうおーって暴走してバキッてやるやつね。なんか細長いもの食べる時大体あれやるよね、トッポとか食べる時バキッてやるやつ。え、それで引いちゃったの？え、中川翔子のマネージャーをやって何年ですか？9年目ぐらい。なんで見てないの？見て。本当すいません。エヴァンゲリオンの時はなんかそのなんか怖くて、今でもなんかちょっと。怖いなって。エヴァハラするけど見て。エヴァハラするけど見て、テレビ版から。貸すから貸すから見て、はい、何の話だっけ。そう、アスカ、本当にアスカが大好きで、もうなんかやっぱ可愛い、そしてかっこいい、そしてもうやっぱ旧劇場版のエヴァシリーズバンバン倒していくところとか、もう髪型茶色くて長い人がすごい好きになったんですよね、アスカのおかげでね。でいろんなキャラの影響あるけど、基本茶髪でロングヘアっていうのってやっぱ根底にアスカが好きみたいなのあるから、ずっとそうしてるっていうところがすごくあるんですよね。まあ、それぐらい本当にアスカはもう本当幸せになってほしいって思ってて、なんだけどなんかケンケンの前で裸でいて、で裸でいる、え、恋人なのみたいなさ、一瞬思ったけど、裸で見せれても平気だからみたいな。でもさ、アスカってもともとなんか結構さ、結構平気みたいな感じもあったし、でヒントがあって、なんだろう、水しか飲んでない、あともう寝たふりも限界ねみたいな、寝れないってことは食欲ない、睡眠欲ないってことは最後の性欲もない、つまり保護者なんですよ、ケンケンは。恋人同士ではないと思ったんで、恋人って思った人結構多かったみたい。え、高山さんどう見た？アスカとケンケン。どう見た？恋人関係に見えました？アスカとケンケン。いやもう最初の登場のとこでおかしいなとは思ったんですけど、うん、まさかそうなるとは思わなかったですね。え、でもそうなるっていうのはだから付き合ってるみたいに見えた？まずあそこにいたのがちょっと。そう言ってる人が結構多くて、もう私は全然、いや保護者としているんだなみたいな、なんかいろいろ超越して、なんか梶さんっぽくなんかなってたっていうかね、成長してこう知識が詳しい、こういう人がいると助かるよみたいな大人になってくれたから、アスカもシンジよりもなんか大人びてる精神的なところもあるから、だからいい、もう大丈夫な人みたいな意味でだと思ったんですよね。だからアスカはケンケンとくっついたわけではないと思いました、私は。っていうこともありで、まあその後、ちょっと待って、パンフレットここにあるんですよ。ね、なんか黒波さんがあんなことになってしまい、でどこで泣いた？高山さん泣いた？泣きましたね。どこで泣きました？泣きポイント。泣きポイント、まあ一番最初は綾波がやっぱり LCL になった。あ、泣いたんだそこで。私びっくりしちゃって。え、なんだろうな、最初このパンフレットとか、じゃあチラシとかでさ、赤い東京タワーかなって思ったら、まあ、エッフェル塔だったからびっくりしたんですけど、冒頭のね、YouTube でも冒頭は流してくれてたけど、こうマリがこう歌いながら、もうなんかエヴァの新しい形の乗ってるっていうのがもう本当、あ、エヴァ見れてる、エヴァですねっていう歯の続きみたいな感じがあったから、ちょっと嬉しくって、ちょっと泣きそうになりまして、でそこでマヤさんのお尻のラインですよね。今回作画のさ、見たことないアングルで描いてやろうっていう、もうエヴァの作画チームの尋常じゃない気合いの入り方。ちょっとスケッチブックあります？マヤさんとか、ビルのスタッフの皆さんもみんなプラグスーツみたいなの着てたじゃないですか。リツコですら、リツコってアラフォーアラフィフなのにあれを着こなすっていうスタイル、あんな大人になりたいなって思っちゃいましたけどね。アングルですよ。ごめんね。なんかマヤがさ、こうパソコンこうやってみんななんか野ざらしで、もうなんか集まる部屋すらないんかいみたいな感じで野ざらしでみんなこうやってて、描けるかな。エヴァってさ、もうこの腰のさ骨盤が細くて長いみたいなのがすごい好きなんですけど、このでこの下乳があるみたいな、背骨があってみたいな、なんかね、もうここをすごくアップで出してくれてたんですよ。あ、これスーツですよ一応。ごめんなさい、裸じゃないよ。ここをすごく映して、なんか珍しくない、なんか本当そんなアニメないじゃないですか。大体バストアップで進んでいくでしょうよみたいな感じのもの、なんか見たことないアングルだったんですよ。私が泣いたのってアスカとマリが共闘するところ。うわ、もうすごいもの見れてる。この2人が共闘って意味わかんないし、でもなんか新しい白にピンクの可愛いデザインのプラグスーツだし、もうそれがさ、もうすごいわけですよ。もうなんか下からお尻の方からなんですよ。アスカが眠れないって言ってるところもそうだったんだけども、お尻のもう書くけどさ、なんかこういうね、これはお尻ですけど。書けないけど、なんかこういうアングルなんですよ。なんかわかる？で、あとこのなんかちょっと書けないな。アニメーターさんってすごいよね。もう見たことないアングル。どうやって書くのこの、こういうこういうことよね。こういうことだった。なんかこうなんかお尻の方から煽るアングルがめちゃくちゃ多くて今回、だから見たことないものを見せようっていうね、なんか私たちがこの90年代からずっと見てたで、いろんな作品にも触れた、でもそれでも見たことないものを見せようっていう気合がすごくて、作画のからもうこれが動くわけですよ、無重力みたいな感じで、もうすごくないと思って、そこにもありがとうだったんですよね、作画の皆さん本当に。だから私もそのエヴァの後にガイナックスが初めて作ったロボットアニメ「グレン・ラガー」の主題歌を出していただいて、そのグレン・ラガーの作画チームの皆さんもすごく「エヴァンゲリオン」の人たちだったんですよね。だからその人たちがもうまた熟成に熟成を重ねて本気の本気の本気を出してるみたいな、もうなんか本当に弟子入りしたいですよね、そういったアニメーターの皆さんに。そういう企画やりたい、アスカを描くコツみたいな、そういう企画やりたいですね。もうなんかでね、その私はやっぱ美里さんも登場して、でアスカとマリがこの白いさプラグスーツ、このプラグスーツを着てるバージョンのアスカとマリ描きたいんだよな。はい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 、これパンフレット見せてくる。もうすごいさ、もうなんかこの華奢な腰とさでいて今までを踏襲しつつ、もうすっごい可愛いこのデザイン。昔マリーのプラグスーツ型のウェットスーツオーダーしたことがあったんですけど、これで作りたいね、新しいウェットスーツは。それで YouTube で泳ぎたいなって思いますね。いやもう本当にね、かっこよかったね。もうアスカはめちゃくちゃかっこいい姿、旧劇場版と同じかそれ以上のかっこいい戦い、めちゃくちゃネルフの送ってきたあれはなんだ、敵がいっぱい出てきてるのをさ「あれだ!」ってこう回しながらこうぐる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 って、劇場版「セーラームーンR」の「セーラームーン」のムーンプリンセスハレーションでこうやっていく時みたいな、もう「うわありがとう!」っていう、もうあそこで泣いた。もうエヴァ、見たことないエヴァを今本当に見れた、生きててよかった、ここまで生きててよかった、ありがとうっていう、もうなんか走馬灯見えた。なんかこれまでの関係ない日々の、自分自身の関係ない日々の、どうでもよかった、なんか無駄に夕方まで寝ちゃった日の日曜日とか、なんかもうそういうのすらも生き延びた証だったんだって思うと、もう全部がエヴァが救ってくれたというか、もう本当ありがとうって思って、でその後のこう美里さんがまた出てきてかっこいい、まさかのね家事さんとの間に子供ができててよかった、もうほんとよかった。もうなんかもう家事さんとさ相思相愛じゃんっていつも思ってたのにさ、なんかもう不幸に終わっちゃったじゃないですか。だからどうなのよって思ってたら子供ができてたのね。でもさ、息子にさ、でも美里さんに似てるけど家事さんも似てるっていう絶妙な作画の息子がいてさ、それでさ家事良二って同じ名前つけるってすごくない？結構ちょっとすごいなと思ったんですけどね。おじいちゃんが孫悟飯だったから孫悟空の子供が孫悟飯になるみたいな。でもそれよりすごくない？直系だよ。息子がだよ。私が子供に勝彦ってつけるようなもん。あ、違うか。私が旦那の名前を子供につけるようなもんか。やばいじゃん。すごいよね。まあそのカジ君がいい子に育っていて、でもうなんかあれですよね。あと興奮したのが、これ何分の動画わかんないけど、あれマヤさんがさ、もうなんか新劇場版になってからもうさ、何があったのみたいな、男性恐怖症、男性嫌い症みたいになってたじゃないですか。だから若い男は嫌なのよみたいな。それが律子がむちゃくちゃなことを言うわけですよね。30分で仕上げてみたいな。はいみたいな。で30分でやるわよみたいな。でもどうせ男はやらないだろうみたいな思ってたら、はいやれるとこまでやりますって。だから若い男はみたいな。あ、治った今治ったみたいな。もうその律子とマヤのやり取りでマヤがやっと笑ったみたいなのもすごいもう嬉しかったですよね。でからのもう美里さんってさ、どの世界線でも死ぬのかな。なんかでも死ぬのが似合うと言ってはあれですけど、死にそうだったよね今回はね。死にそう感がすごくあった。でさ、緑さん、ピンクのボブの人、あの人が打つのかなと思ったけど、まさかのさくらの方が打ったからね、びっくりしたよね。それここで受けて旧劇場版でもだけどお腹打たれがち美里さんで、今回はまたブンダーで突っ込んでっていうのがもう本当にもうお母さんとして幸せになってるかもしれない美里さんの世界線も見たかったなって思わせるぐらいに、ちょっと梶良二君がかわいそうだなって。美里さんがさ、もうセカンドインパクトかなの時にお父さんが死んでみたいな、なんかそれを繰り返してるだけじゃんっていう風になる。でもなんかそれがまた似合うっていうね、悲しいことにね。でですよ、後半その場面がバンバン入れ替わっていく感じとかの、もうそこで今までのテレビ版からさ急激までのさ、なんかもうから進撃のもうなんかエヴァあるあるを全部回収してくれたのが、玄道とシンジの語り合うシーン。なんかシンジ最初冒頭あんなゲロ吐いてたくせにさ、僕が落とし前をつけますよみたいな、かっこいいかよみたいな、キリッとした顔見た？キリッともう眉毛の角度がさ、あ、危ない、パンフレットに書きそうになった。もう眉毛の角度がさ、こうなってたもんね。もうなんかさ、あんなゲロ吐いてた人が眉毛がこうなってたの。もう、あ、シンジ君大人になったねって、もうあんだけさみんながさ、もうバカガキがとか言ってたのにさ、アスカとかがさもうキリッとしちゃってさ、それで父さんはどうしたいのみたいな、なんかもう諭してる、言動を諭してる。でまさかですよ、このカオルくんが乗ってたと思ったこの13号機、言動が乗るんかいっていうね。もうしかもあれもう爆笑だったのがさ、もう最初はびっくりしたよ。でもなんか2回目見た時も笑っちゃってさ、もう律子がさテレビ版だとさもう最悪だよね、不倫の親子丼みたいな感じで玄道にさ、お母さんも律子も抱かれてみたいな感じだったから、打てなくてで死んじゃうみたいな律子が、もう今回は関係ないからね、もう愛人とかやってないからもう強くなって、もう躊躇しないでもう出会い頭でパンパンって打って、しかも精度高いのもここ当たってね。でなんとメタルダーのボスみたいななってた玄道のここがから割れて脳みそ出るみたいな。でその落ちた脳症を拾って入れるっていう、もう何それ、落ちた脳症を自分で拾って入れるアニメキャラ初めてですよ。もうエヴァほんとすごいよ。今まで幾多のさ星の数ほどアニメがあるけどさ、初めてのキャラ作るってほんとすごいと思いません？今までいたキャラがそれしたんだよ。すごいよね。もうほんと感動しちゃったよね。もう爆笑のシーンだと思う、あそこで。まあね、玄道とシンジのもう初号機対13号機のもう究極の親子喧嘩が始まるんです。もうバキだよね、史上最大の親子喧嘩っていうバキの世界になって、でマイナス宇宙は視覚化することができないからっていうことで、今までの記憶をたどって、だから教室とかもう第三神道教師とか、あとは美里さんの部屋とかね、もう獺祭とか UCC とか置いてあるわけね。ガンってなった時に獺祭と UCC がピャーンってなるわけでUCC ってさいっぱい今までエヴァコラボ出てくれたけどさ、もう当時出たやつ綾波のさ、綾波がこうやってる感がもうめちゃくちゃレアで、もうほんと争奪戦みたいになってて、もうそれさ当時さ手に入れてもうめちゃくちゃ嬉しかったの、飾ってたの、小学生だったけど、そしたらさおばちゃんがさ「お疲れ」とか言って仕事から帰ってきてさパンって開けちゃったの、もうってもう時差なく開けたから号泣してみたいな、そんな思い出すら蘇ってくるみたいなシーンですよ。ありがとうございました。もうね、もういろんなシーンで戦うのも笑えるし、でこっからすごかったのがなんか撮影所みたいなシーンとか出てくるじゃないですか。これどこみたいな、なんかドローンがプレステについてるみたいな、プレステのコントローラー操作するんだよね。で何ここと思ったら NHK のプロフェッショナルの安野さんの回すごかったんですよね。もう4年間この男を追ってしまったことが間違いだったみたいな冒頭から始まるっていうね。もうなんかプロフェッショナルっていうタイトルがどうかと思いますよ、プロじゃないんでみたいなことって全否定して終わる安野さんっていうね、もうすごかった。ネタバレもあったから覚悟してみたんですけど、永久保存版のもう作っては全部ダメにして、で他の人にやらせては結局自分がやるみたいな、もう。この人すごいな、本当に天才であり無邪気であり恐ろしいし、周りで働いてる人振り回されまくってるし、でもやるよみたいな、山下育人さんメカニックデザインとかもうなんか顔出しで出てくれてて、もう本当うわすごいな、これすごいもん見れてるみたいな、そんなドキュメンタリーだったんですけど、そこで出てきたのが冒頭でこの当時と奥さんとそして真司君とみんなでご飯食べてるシーンをモーションキャプチャーで役者の動きで試してるシーンが出てきたんですよね。でそれを安野さんがずっと何度もこう見てて、最終的に自分で撮りに行ってみたいな、そこの場面も出てきたじゃないですか。だからプロフェッショナルを深夜版見てプロフェッショナルも見てつながるみたいなところがあって、あーってここで作っては壊して、だから旧劇場版で声優さんたちがこうコスプレして出てきて、で実際の街とか映画館とか映して「たけしの挑戦状」みたいな。こんなゲームにマジになってどうすんのみたいな、なんかこう現実ですよ、アニメなんですけど作ってるもんですからみたいなメッセージなんかあったじゃないですか。だからそういうようなことここで作ったんだよみたいなのも見せる、それもエヴァっぽいし、でもなんかだからすごいよね本当にね。でもなんかで結局電車も出てきて、もう電車にさまさか玄道が乗って語ると思わなかったしさ、で知らなかったのがさ、こう言動こうガーっていう作画で書かれていくじゃないですか。それがもうなんか制作追いつかなくてそういう風になってっちゃったテレビ版のやつをあえて今回はやってるっていうのが面白いし、で本を読むことが大好き言動は、人類の英知は重なっていくのはいいこと、そしてピアノを弾くことが好き、そうだったのみたいな、もう26年エヴァ好きだったけどピアノ好きだったの言動さんみたいな、初めてのことをいっぱい語るわけですよね。でシンジ君がふんふんって聞いていて。ピアノってで分かんない、考察の人たちは何て言ってるか分かんないですけど「渚しれ」って言ってて、それで梶さんの絡んでるシーンあるじゃないですか。で2人で「ニアサー止めたんだっけ?」っていう世界線があったんだっけ。見たいんだけど、その話だけで映画3本分ぐらい見たいんだけどみたいな。渚しれって何？つまりカオルくんだけは認知した状態でめちゃくちゃいろんな世界線、いろんなパターンの可能性の世界線をループしてんだよね。蘇った時に棺桶が開いてんのと閉じてんのがあって、つまりその世界線、渚しれと梶さんみたいな世界線もあったとしたら、それってつまり何なの？言動はの具現化した真司に実は優しいみたいな、あえて距離取ってたんだよあえてみたいなとこがあったじゃないですか。だから言動の両親が具現化したものが薫くんなのだとしたら、イケメン願望あったの実はみたいな、なんかもうそれも面白いなって思ったりとかね。だってピアノが好きってなんかそういうことじゃないのかな、分かんないですけどね。でそう最終的に言動が「ゆいそこにいたのか」みたいな「いやいやいやもっと早く気づきなさいよ、ゆいさんの生きた証だよ真司君は、何あえて距離取る」って、それでいうと美里さんも会っとけばよかったのにな涼二君とって思うけどね。でなんかすっきりして勝手にすっきりして電車降りていく玄道さんですよ。もう何すっきりしとんねんみたいなね。結局あんたのさわがままでこの世界がぐちゃぐちゃにされただけやんっていう話だけやんってなりましたね。からのでアスカがさこう戦いに行く前にさこう誰だみたいなマリがやってるとこで夫婦かみたいなそのシーンでさ、あの時はシンジのこと好きだったと思うみたいなはっきり言ったから、言うたよアスカが好きだったって、恋愛としての意味で好きだったって言ったと思ってびっくりしたんですけど、過去形ではっきり言ったから、あそうなんだ私の方が先に大人になっちゃったのよねって、あ、もうそういうことか、だってそうだよね、こんなもんおえとかなってるしんじ君とはさ、なんかいいなって思っても無理じゃん、やっぱ恋愛としては。でしんじ君的にもさ、なんかガキだったわけですよね、いろんな意味でね。まあ、でもですよ、でその玄道とのもういさかいも収まってちょっと大人になっちゃったしんじ君がこう、アスカがさプラグスーツが破れてもう横たわってるわけですよね、海に。それってつまり私の大好きな旧劇場版からのつながってる世界の海に横たわってる、ビリビリになってる。でつまり幼年期の終わりを表してる、ずっと14歳だったの、もう大人のボディになってましたね。でアスカにシンジが「アスカのこと好きだったよ、さよならアスカ」って言ったんですよ。えーって好きだったよっていうのはすごく嬉しいんですよ、アスカ派としてはね。めちゃくちゃ嬉しい。だって綾波はさ、お母さんのクローンユイの細胞だからさ、もう母と子だから、倫理的にありえないわけで、恋愛みたいな好意を持つっていう風にプログラミングされてるって言ってたけど、だから恋愛の意味じゃなくて人間愛として好きだよみたいになるのはそうでしょ。でもさ、アスカとはさ、はっきりさ、なんか好きだったって言ったしさ、好きだったって言ったじゃん。好きだったんだけどさ、なんかさ、なんだろう、なんかもうさっぱりした顔で言ってたので、2回目に見に行った時にやっと気づいたっていうか分かったんですけど、さよならアスカってはっきり言ったんですよ。でと思って、もうなんか終止符打たなくていい、もうなんか何なのみたいなところを勝手にさ、もう喧嘩してたかったわけ、アスカ派とかとさ、なんかさ、でもうなんか嫌なのよ、もう決定づけられたくなかったのね。でアスカはちょっとゴロンってこっち向いたけどさ、ちょっと顔あからんでたから、まんざらでもない感がまだ若干あったと思うんだよ、分かんないけどね。でケンケンも保護者だと思うから、ケンケンとくっついたわけではないと思う。でその後ですよ、その後もう全部最高だったんだけど、1% だけ私がショックだったのは、マリってさ、マリアっていう名前、その名前久々に聞くねみたいな、だからまあマリアですよ、存在的にね。だからそうなんですけど、まあ、監督がねハッピーに結婚されてね、今マリアに救われて、奥様の安野さんに救われて、で本当に健やかになって、だからこうエヴァを完結させてくれて、元気にいっぱいいろんな素晴らしい作品作ってくれてる。そう、素晴らしいんです。もしだよ、もし鬱屈とした90年代のもうギリギリアウト気味の精神状態のまま新エヴァまで作ってたら、全然違ったこんな多幸感なエヴァになってない気がするんだよね。震災とかいろんな経験があって乗り越えていく人類の美しさも描いてあったから、もうそれも素晴らしい、全部取り入れるの素晴らしい。だけど今こう、なんだろうな、今私も独身であるっていうこともあるんだけど、だからなんか誰かとくっついたらハッピーエンドっていう終わりじゃなくても、それをはっきり明言しなくてもって思ったんだけど、あれはなんかまあ神木くんの名前出てびっくりして、でもまあ確かにこの声できるの神木くんしかいないよねって思ったけど、誰だ胸の大きいいい女で、これね、首についてたこれを外したのがマリだった。でマリと一緒に手をつないでこう外に出ていったエヴァのない現実の世界へ。で襲撃って出た時に違った意味で泣けてしまって、いやもうアスカ派としてはあれなんですよ、なんかもうビアンカかフローラかで一生喧嘩してるじゃないですか。でそこで喧嘩してたのが仲良く喧嘩してて楽しかったんだけど、そこに新しくデボラが現れて、デボラ確定ルートで終わったみたいな、でそれ以外はありませんみたいな、っていう、だってさマリってさ、なんか原作だとちょっとユリみたいな感じ、ユイのこと好きみたいなユリみたいな感じだから、そこはまあ置いといたとして、でもなんかさ冬月さんとか玄道さんのこと玄道くんとか言ってたりさ、同じ研究室の時にさいたわけじゃん、同級生みたいな感じで。だからさゆいさんとかお母さんお父さんの世代の感じの人なわけじゃん、頭の中は、精神的には、体が14歳だったとしても。だからなんかさ、なんかちょっと親子感っていうか年の差がすごすぎちゃうように見えちゃうから、そことくっつくのみたいな。だからマリが多分奥様だったりするのかもしれない。なんかそう勝手にファンはそう思うけど、いやアスカ派としてはさ、なんか最後に大人になったシンジ君だったらさ、もうゲーゲー入ってたガキシンジじゃないからさ、シンジ君だったらアスカでも大丈夫だったと思うんだよね。って思うと、アスカこそエヴァに乗るしかないのよ、私には私の居場所はみたいななってたアスカにこそ、エヴァのない世界で大人になった大丈夫になったシンジ君と手をつないで出てってくれたらよかったなって思っちゃって、すごいショックで、結構それだけ引っかかってもう一回見に行ったんですよ。そしたら1回目で見逃してたんだけど、駅のホームにさ、こうなんか綾波と薫君が2人で仲良く談笑してて、それは多分さ結衣さんと玄道の象徴なのかなって思ったんですよね。で分かんないよ、考察とかは見てないから。でシンジ君はマリと一緒に出てくじゃん。でアスカどこにいるのかといったら端っこで一人で座ってたんですよ。わかんない、このあと幸せになるためになのかもしれないけど、でもそこはさ、はっきりと分かりやすい形でアスカに幸せになってほしかったなっていうのはちょっと思っちゃったかな。でもそれはさ、なんかこう私の推しだからっていうことがあるかもしれないけど、いやもうなんかもう分かりやすくアスカがシンジ君とさ、もうエヴァから離れてねみたいになってくれてたら、もう大大花丸100点だったのかなって。いやこれこうファンが勝手にさぐちゃぐちゃ言うっていうのも含めてだし、もうなんか本当にこれで終わりなのかなって思ったらさ、なんかいやもう次の「新仮面ライダー」とかね「新ウルトラマン」も作ってるし、次の仕事しなきゃって普通に言ってたから、もうそういうことだよね。前に進んでるんだよ庵野さんは。そしてエヴァも。でプロフェッショナルで「さようならすべてのエヴァンゲリオン」って結構力強めのテイクで OK 出てたけど、でも実際映画でもう一回見たらそのテイクじゃない、もっと優しい言い方のが使われてたんですよね。あ、だからいろんなの撮ったんだなってのも思ったし、もうなんかもう。なんか本当今までの「さようならエヴァンゲリオン」って言ってるけど「ありがとうエヴァンゲリオン」だったんだよね。全ての今までの起きたこと、私もみんなも辛いこともあったけど嬉しいこともあったけど、でも結局エヴァと一緒に歩んできて、でここまでなって、でエヴァが会ってくれる、終わんないでいてくれるから、なんかどっかこう頃の自分、小学生の自分、中2の自分、頃の自分がずっといたんだけど、襲撃って出た瞬間に「あ、本当に終わっちゃったんだ、あと10年は振り回されてたかったのに」って、なんか喪失感がどんどんすごくて、悲しくて寂しくて、今だからもう一回見に行ったんですけど、でももうなんか映画がやってる期間はまだ終わってない。でも映画が終わっちゃったら、本当に上映が終わっちゃったらどうなっちゃうんだろうと思って、今怖くて、なんか強制的にこうもう大人なりなさいみたいな、いや分かってるよ、大人として頑張ろうと思うけど、エヴァがなくなっちゃったらどうなるのみたいなところがあるよね。それぐらいの存在感の作品ですよね。うん、今何時？大丈夫？19時20分で、なんかそろそろこの企画を終わらないと。いやでも言いたいこと結構言えたかなって思うんですけど、まだ考察とかのやつはまだ見てなくて、あと身近な人とね喧嘩したいぐらい喋って。ちなみに高山さん誰派？僕は今までアスカ派だったんですけど、今回見て思いっきりこのメガネに行きました。ああ、寝返った。胸の大きい女に寝返った。いいの？それでいいの？ちなみにどこで寝返った？いやもう私が迎えに行くっていうところですかね、シンジを。絶対に迎えに行くよワンコくんってね。そうです。でもさ、今までアスカとどれだけ一緒にいたと思ってんのね。そこでさ寝返るの？でもなんか女子のアスカ派多い気がするんですけど、どうですか？どうなんですかね。いやもうだからアスカがこの後幸せになったんじゃないかなって勝手に妄想するしかないけど、妄想の材料がないからさ、ケンケンとはそういう感じじゃないと思うんだよ、なんか多分。うん、だからねもうやっぱアスカ信じで分かりやすくて、でもそのさ、なんかこうなるだろうなっていうところに行くのも嫌だったっていうのもあるでしょうね。見たことないものを見せてくれるのもエヴァだから、全部がエヴァだから、もうだから受け入れるしかないんだけど、終わるってことだけが受け入れられなくて、だから渚しれと梶さんでニヤサを止めたみたいな、そういうのも見たいし、あとはなんか薫くんの棺桶の数だけいろんな世界線のエヴァがあったんだとしたら、もう全部見せてくれないかなみたいな、もう私たち死ぬまでついていくんで終わらせなくていいんでみたいな、すごい思って、だからエヴァから抜け出せないままいるね。なんかもう終わったんだってさっぱりしちゃった時点で。頃の自分たちを捨てちゃうような気がしちゃって、そんなことないんだけど、でもなんかどっかなんかさ、中学生のまま止まってる部分、小学生のまま止まってる部分が本当にあるんですよ。で全部捨てなくてもいいと思うの。でもなんかねで踏まえて、高木さんテレビ版1話から見てください。今全部言ったけど、ほとんどのネタバレしたけど、でさ髪だけは伸びるのよねって言ってさ、マリが切ってるくだりあったじゃん。なんかあれちょっとセーラームーンとセーラーヴィーナスが髪切ってるみたいな、あれ思い出しちゃったんですけど、でも綾波が髪伸びてるのがビャって出てきたじゃないですか。あれってこの歯の時にの綾波なのかな、ずっと伸びてたのかな、頃からっていうことなのかな。ちょっとそれも後で見てみたいと思うんですけど、だからあそこはああだと思ったとかさ、マリ派の人はどう思った、アスカ派の人はどう思ったとか、あと最後に言わせてください。エヴァクリマンチョコの中からもハブられていてショックだったんですけれども、私のずっと男キャラで一番推してたのがヒューガ誠さん、日向さん、パターン青人ですっていう人、たまにパターンオレンジ人じゃありませんっていう人、バックリマンからはぶられたかでビレになった時にちょっと前髪が後退していて、あ、老けられましたね、でもナイスミドルですよと思ってたんですけど、なんかそこ無視されたらどうしようと思ったら、ちゃんとね全部を救ってくれたね、青葉さんと一緒にこぶしげコンって、もうここだけでね、もうああ成仏しましたってなりました。ありがとうございます。多くは語らなくてよかったです。もう本当にね、ありがとうございます。ということで結果的にもう本当に私は大満足で、もうここまで生き延びて新エヴァを見ることができてよかったです。だからこれからは、高木さんとか、あと他のまだ見てないよっていう人に、ハラスメントにならないようにどうやってエヴァって面白いよって自然と見たくなるかの誘導の語り部をやっていきたいと思います。はい、ということでみんなも新エヴァ見たよって人、ネタバレありでコメント欄にいっぱい感想とか、ここはこうじゃないかみたいな考察とか教えてください。アスカ派集まれ。はい、ということでチャンネル登録高評価お願いします。じゃあこれちょっとチンし直して食べます。あんたバカ？